僕のポジションが 1,2,3,4,50BTC。 いやこれもう変わったでしょ。損切りします。いやきつい、マジできつい。今日の損失が はい、どうも皆さんこんにちは、モーシンです。さあトレード動画、今日もですね第3話目やっていきたいと思います。まあ第1話と第2話、特に第2話がねかなりこう乱高下して面白かったと思うのでぜひ見ていただきたいんですけど、まあ前回がね結構もう乱高下して本当にマイナス100万それからプラス100万っていう感じの荒れた動画になったので、今回サクッともう数十万勝つっていう、そういうシンプルなですね目標を掲げてやっていきたいなと。まあ、とりあえずチャート見ていきましょうか。はい、今日がですね10月の17日木曜日、今が8時午前ですね、8時34分です。今ですねちょっとまず大きな目線で見ましょうか。でこれがバンテージトレーディングって言って、まあ、仮想通貨特にビットコインのスプレッドに関しては世界最強、まあ、一番狭いということで、まあ、一番コストが安くトレードできるプラットフォームということで、僕はよく使っています。でこちらバンテージの MT5 ですね、使っているんですけれども、詳細な分析するのは僕はこっちトレーディングビューの方が慣れているので、こっちでちょっとね今の状況を見ていきたいと思います。まず日足、6万8000ドルを超えられるかどうかっていうところが非常に焦点になっているような今状況なんですよね。ここ最近数日間で急上昇してきまして、6万8000ドルを超えられるかどうかっていうところまで来ています。じゃあもうちょっと小さい足で見ていくと、例えば4時間足、まあここ最近6万8000ドルを突破を試しているんですけど、なかなか抜けられない状況が続いていると。まあ逆に言うとですよ、この6万8000ドルを抜ければ一気に爆進すると思いますし、でもし抜けられないっていう答えになれば下に一時的に下がる可能性があると。そこをハイレバハイドットでトレードしていくと結構サクッと取れるんじゃないかなっていう、今そういう局面なんですよね。じゃあ1時間足に切り替えましょう。今6万7700ドルということで、まあ、こんな感じでちょっとね高値圏で揉み合っていると。本当にもう答えが出そうなので、ここから動く1000ドル弱のところ、まあ、数百ドルでサクッと取れればいいなっていう感じですよね。じゃあここからは MT5 に戻ってですねちょっと見ていきたいと思うんですが、これ15分足映しています。この15分足見ると今ね三角持ち合いを形成しているっていうところがよくわかると思うんですよね。はい、こんな感じで高値切り下げで安値に関しても一応これ引いておきましょう。これラインなんですけど、こんな感じでこう安値がですね切り上がっているという状況です。でまあ上もですね引いておいても別にいいんですけれども、まあはい、まあ引くとすればこんな感じということで、まあそろそろ本当に動き出しそうだというところは、まあこれで一目瞭然かなと思うんですよね。さらに細かく見ていって、僕の主戦場5分足、はい、これをちょっと見ていきたいと思うんですが、こんな感じになっていまして、実はですね移動平均線がもう密集してるんですよね。ここの移動平均線密集から大きく動き出してもおかしくないっていう局面まで今来ています。なので今日の動画はここからの動き出してサクッと取るっていう動画になってくると僕は思ってます。はい、そういうそれで終わりたいなっていう感じで思ってるんですけど、まあ、今だとちょっとね下を切り返していきましたよね。安値を切り上げている状況なので、まあ、移動平均線をこの抜けたところからエントリーしてもいいかなっていうぐらいの感じなんですけど、あとはもうここの高値ですね、まあ目先で取るんであればここの高値もしくはここの安値どっちかに抜けたところからエントリーしていくっていうことが結構重要になってくるかなと思います。もしくは抜けて戻すまで待ってもいいですけどね。はい、そのあたりがちょっとね直近の注目ポイントかなということで、しばらく静観していきたいなというふうに思います。はい、今8時47分、ちょっとここに時計を出しました。今ねちょっと状況変わってきまして、5分足レベルだと一旦上を試した後、まあ、続落っていう感じになってきていまして、まあ、ここのさっき引いた三角持ち合いの下のラインですよね、あとは直近の安値、これをね抜けようとしてきています。ちょっと1分足で見ていただくと、まあ、一応移動平均線がね完全に密集しているところから下にこう離れてきてしまっているっていう状況なんですよね。まあ一つ問題なのはここの安値、これを抜ければまあ大きく下がっていく、まあ大きくって言っても数百ドルぐらい下がると思うので、そこを取れたらいいなっていう感じですね。ただ一方でここでちゃんと反発してしまった場合はまだ上にこう跳ねていくっていう可能性も残されているので、まだちょっとね攻めるには早い状況かなと思います。もうちょっと戻ればこの辺からショートっていうのはありかもしれませんね。てかこの辺までもし戻るんであればちょっとショートを打っていってもいいかなっていう感じで今のところ思っています。まあ確かにこう高値はずっと切り下げています直近でもね、この移動平均線密集を抜けて上に行けなかったっていう状況なので、できればもうちょい、例えば、あと20秒かな、あと20秒でこの足確定しますけれども、このまんま確定できれば、ちょっとショートに入っていこうかなっていう感じですかね。はい、今、確定しました。ちょっとこれは下っぽいですね。
攻めが早いけれども一旦ちょっとショート入りましょう。今、ショートに入りました。ちょっとねこの辺のラインがねいっぱいあるの嫌いなんですよねなるべくシンプルにしたいので、はい、今 10BTC 入りましたね。とりあえず今日の今からね一番いいシナリオとしてはまずこの下のところですよね、67,200 付近まで狙えれば一番最高っていう感じです。ただその中でも今 10BTC しかエントリーしていませんので、まだまだ玉は持っているっていう状況です。なんで今若干ね反発してきてますけど、これで全然よしっていう感じですね。反発してきたところで上からどんどんショートを積み重ねていくっていう感じで、もう振るい落としていくっていうそんなイメージで、今のところ思っています。なのでちょっとこの辺りですね、67,700、今が67,600付近ですけど、67,700までもし担がれるんであればこの辺りからガンガンショートに入っていくっていう戦略で、はい、まあ中期的な、まあ、例えば1時間足とか、まあ、それこそ4時間足とかでも一旦やっぱり下がってもねおかしくない局面に来ていると僕は思うんですよね。はい、まあ、相当上攻めあぐねてます。これ1時間足なんですけど、相当上がね重たいっていう状況がこれで示唆されていますので、まあ、短期的に数百ドル一旦下がるっていう方が可能性僕は高いと思っています。15分足でもこんな感じで揉み合ってます。高値ずっと切り下げてます。一旦下に離れてもおかしくなさそうですよね。はい、そんなところをちょっとね狙っていこうかなっていう今そんな戦略です。ただ逆にまあ前回のねトレード動画でもありましたけれども、この辺の高値切り下げだったりとか移動平均線また全て抜けていくっていう強いね、上への反発の動きになった際にはすぐに目線を切り替えて土点でロングに入っていくっていう、はい、いずれにしても今ね動き出すと結構早いっていうか強い動きでっていうか早い動きでっていうか、まあ強早の動きでどちらかに動くと思うんですよね。そこを取りたいので、なるべく柔軟な目線で今はですね待機しておきたいなというふうに思います。はい、今9時5分が経ちました。今この日足5分足確定しました。ちょっと踏み上げられてますがショート追加します。今 10BTC のショート追加しました。うん、まだねちょっと攻めが早い気がちょっとねしてるんですけど、普段だったらねもうちょっと待ちます。今含み損が20、30万ぐらいですかね。いやこれ抜けられたらまた土点ですよ。だからもう第2話と同じような状況になってしまうんですよね。だから結局まあこれ移動平均線密集してるんですけど、まあ、一旦ここでね、全ての移動平均線を下に抜けたんですけど、やっぱり攻めが早いともうちょっとねセオリーとしては、僕のセオリーなトレードとしてはがっつり抜けて戻すところを狙うので、まあこの YouTube ね撮りながらって結構ね難しいんですよ。いいなんか早くね終わらせたいっていうのもあるし、できるだけ利益乗せたいっていうところで攻め急いでしまうっていうのもあります。なので皆さんそんなに参考にしなくていいと思います。ただ単に楽しんでください。まあ一応今のところこの辺りのゾーンですよね、まあ大体67,700から800付近、これ抜けたら損切りします。狙っていくのは67,400とか、まあ、300とかで、あわよくば200ぐらいまで攻めれたら、まあ、一番いいかなっていう。200でいくと、ごめんなさい、67,200でいくとこの辺りですね、はい、直近の安値付近まで取れたらまあ最高だなっていうところです。さあ結構踏み上げられてきましたので追加しましょうか。はい、ここで 10BTC、ショートを追加しました。この辺りから緊迫した局面になってきます。今が9時10分、ここからの足結構重要ですね。大きな上髭をつけて、まあ、ピンバーのような形になりましたので、ここから下がってくれれば一番いいパターン、結局、まあ、この髭でですねエントリーできているので、はい、この辺りで、ね、エントリーできているので、そのまま下がってくれたらもう一番いいんですけどね。もう本当にこのまま下がってほしい。はい、ちょっとまあこれ表示しておきましょうか。はい、今が9時17分。いい感じで、この5分足としては下がってくれましたね。一応僕の利益もプラテンして、今、プラス46万円。いい感じですね。まあ、この5分足がね、下髭で戻されなければ、もう完全に僕の勝利パターンっていう感じになってきました。まあ、今のね、今、含み益が10万になりました。ここで46万ぐらいあったのが10万なので、この十数秒で30万ぐらい減ったっていうことですよね。はい、これが一応 30BTC の値動きという形です。これ戻されてこのまま確定すると危険ですよ、かなり。はい、この戻しは結構危険な気がする。めっちゃ余裕ぶっこいてたのに結構厳しくなってきたな。ん、1分足レベルだと、まあ、このレンジか、レンジっぽいっすね。まあ、ここで下げきれなかったっていうことだと思うんですけど、せめて陰線で終わってほしい。一応陰線で確定しましたけど、
ものすごい下髭ですね。これはここ最近ではだって1回もないぐらいの下髭なんで、ちょっとこれ厳しい。この足は上に上がるでしょうね。ちょっと目線が変わってきつつあるな。ちょっと抜ける可能性の方が高くなってきたんでいつもだったら最後の手段でね、ここでショート入るんですけど、ちょっとこのまま様子見します。はい、今が9時26分。ちょっとね、状況変わりましたね。この上髭で状況変わりました。これショート優勢な状況なんじゃないかなと思います。なのでちょっと目線もうちょっと強気でいきます。あと20ビティシー追加します。これで今僕のポジションが 1,2,3,4,50BTC、 もうこれマックスです。これ損切りしたらかっこ悪いな。いやー、もうやめてよマジで。今損失100万円。いやー、これもう変わったでしょ。損切りします。マジかよ。これは見た見た見た。マジか。今9時半ですね。結局ここから下に行けなかったのはでかいっすよね。しかも移動平均線の密集を上に抜けてしまった。もう一回6万8000チャレンジか。これちょっと、まあ結局ね、今もう早いんですよ。僕の攻めが今日はね、早かったですね。完全に。で、15分足見ると、こんな感じで下髭の陽線で終わったんですよね。これを見て、ちょっと厳しいなと思ったので、まず 20BTC エントリーします。はい、ロングです。ここからはロングで攻めていきます。土点です。まあおそらく一旦これ抜けて戻ってくる場面があると思うので、そこでがっつりロング入って、6万8000ドルチャレンジいくかもしれないですね。このままだとここのラインがまあ意識されているだろうということを言っていたんですが、そのブレイクからですよね、僕の見立てが間違っていたっていうことで、もう早々に僕の気持ちを損切りするしかないです。もうこれ勝負ですよね。完全にここからもうこのトレードで今日の決着つくと思います。もしこれでまた100万損切りになったら、完全に僕の敗北トレードになるかもしれません。それは避けたい。はい、今から9時37分。いい感じで伸びてきてくれたんですけど、はい、まあ今のところ含み益が30万ほどなので、あと70万ぐらい、取り返すには、まあ、かかるわけですけど、これもし抜ける可能性もあるので追加したいですよね。で、おそらく6万8000で一旦戻してくると思います。まあ8000いくかどうか分かんないですけど、一応このですね、この水平線を8000にしておきますね。はい、これが8000です。この辺りでどっかで一旦戻すと思います。そこでがっつり入っていきます。はい、それで、6万8000抜けもちょっと取っていきたいなっていう感じ。はい、まあ、多分ね、6万8000ドル付近っていうのは乱高下すると思います。こんな感じで、まあ、一気に行こうとしてもガクンと落とされて、本当に数百ドルぐらい一気に5分足で戻されても全然おかしくないっていう値動きになると思うんですよね。なので、まあ、もちろんハイロットで入るんですけど、なるべくこの利確のタイミングってめちゃくちゃ重要になってくると思います。はい、今が9時45分。若干戻しましたけど、ここからですよね。OK、ちょっと早いけど、10追加しようかな。ちょっと 10BTC 追加します。はい、今これで 30BTC ですね。で、がっつり戻してきたら、下であと30ぐらいはエントリーします。67,790 付近、もうちょっと下でもいいですけどね。おー、下げてきた。ここまで待って30だったら、めちゃくちゃいいポイント。ちょっと待ってください。10だけ追加しますね。そこのまま下髭で戻っちゃいけないので、はい、であと、これで 40BTC ですよね。20追加したいので、まあこの20に関しては6万7700まで待ちます。はい、今が9時52分。エントリーしたいポイントまで下げてきましたので追加します。はい、これで 20BTC 入りました。やばい。 1,2,3,4,60BTC。 また今回も60入ってしまった。まあもうこれは最後のチャンスというか、最後のエントリーですね。あとはもう生還するしかないです。今含み損60万。まあ反発してくれると思うんですけどね。今から移動平均線がゴールデンクロスで支えていくような環境になりますので、ここから支えてくれて上まで行けばいい感じで取れると。ちょっと怖いマジで。じゃあ損切りどこかっていうことなんですが、まあここの安値超えられたらまずいですね。67,600付近、これ下に抜かれるんであればすぐに逃げます。はい、まあ15分足とかだとこんな感じで一旦の調整っぽいですよね。おいおいおい、結構下げてるな。やめてマジで。いやきついよこれは。耐えてくれマジで。走れ走れ応援ソング、君の声が力になる。笑顔も止まらない。楽しい。
今が10時31分。完全に方向感見せてる。損切りします。いや、きつい。マジできつい。今日の損失が、330万。これ下だな。結局下かよ。はい。いや、今回のトレードは完全に僕のミス。だから、攻めが早すぎたんですよね、完全に。まあ、移動平均線が密集していて、こっから動き出す。特にこことかですよね。ここの戻しで最初にエントリーしていれば、土手でショートなんですよ。だからここじゃ早いんですよね。一番最初にエントリーしたのはここだったんですけど、まあ、早かったんですよ。完全に。ちょっともう、しんどい。まあ、取り戻すことはもう諦めます。まあ、とりあえずもう戻ったらショートですね。戻るかな。さあ、ここから戻してきましたよ。やばいやばいやばい。ちょっとショート入ります。もうこれで負けたらもうこの後半動画も終わりです。もうしばらくトレードできないもん。よかった。トレードではメインで使っているバンテージトレーディング、今新規登録1万5000、そして初回入金 120% ボーナスのキャンペーンをやっています。仮想通貨のトレードをやるならバンテージが世界最小のコストでトレードすることができます。それからバンテージに預けている資金、なんと最大年率 13% の金利がつくというところで、まあ、一応75万円以上の残高だったりとか、1週間のうちに資金に応じて 0.5 ロット以上の取引を行うとか、そういった条件はあるんですけれども、これさえクリアしておけばお得に金利もつくということで、以下の概要欄に口座開設の方法動画とかも載せておりますので、ぜひ合わせてチェックをしていただければと思います。